結局さ、分かってるじゃないですか。こっちに残すできるっていうこと一つ覚えるだけで全然プロ野球選手として生き残っていけるもん。皆さんこんにちは、上田剛です。今日はですね、金子裕二選手盗塁の極意を聞きたいと思います。皆さんご存知の通り盗塁を15回15年もやってない。そうかそうか、2回やな。2回獲得してるんで、これをね見てる子供たちもねぜひ参考にしていただけたら。プロ野球選手を目指すから。これは緊張しますね、そんなの言われたら。これも極意聞きたいしな。聞いてどうするんですか。これからのために草野球とかで行かせるかもしれないから。現役中に聞いてくださいよ。盗塁するときに大事なことっていろいろあるやん。スタートとかスライディングとかいろいろあるよ。俺の中で盗塁で一番大事なのって何ですかって言われたら、俺はもう走る勇気だと思ってるわけ。スタートを切れる勇気、勇気じゃ何が一番大事だと思ってる。剛さん分かってるじゃないですか。そうだよね、分かってるじゃないですか。いくら足速くてもスタート切れない人っていっぱいいるわけよ。ダントツでそれがもうやっぱそこは大事。一番です。で、ユージは走る勇気っていうか自信とかってどういうので身につけていった？絶対なんかどっかでさ、自信になったきっかけとかあると思うんだよ。この時の盗塁が良かったとか。自信をつけようと思っても走らないと自信にならないし、失敗を怖がったらダメですね。怖いんですけどね。分かる分かる。アウトになったらランナーいなくなっちゃうんで、流れ変わるもんな。変わるんでリスクあるんですけど、その分やっぱりセーフになったら流れ持ってこれるし、勇気持って走ってで自信をつけていくしかないっすよね。盗塁するときとかにセーフになる、なれると思って走るのと、やべえアウトになったらどうしようって走るのとは全然違うよね。やっぱり全然違うっす。全然違う。違うよな。で俺ユージの盗塁とか見てて自信持ってスタート切ってるし、迷いがないというかね、いつでも俺行きますよみたいな感じでさ、リードしてるわけやから、それがすごい感じる。西武ってやっぱ足速い選手多いしさ、 その中でもお前がやっぱりダントツに行くわけだから、相手からしたら脅威だよね。一回西武とヤクルトがオープン戦やったじゃん。ああ、はい、試合終わった後に高津監督がまず走力が違うと、あっちはもう自信持って走ってるよ、明らかに次の塁を狙う意欲だったり、スチール仕掛けてくる意欲だったりが全然違うよって言われて、俺もそれ思ったのよ。全然違うわって、一本のヒットでさ一塁から平気に帰ってくるわけやから、もう隙のない走塁やってんなと思って、多分それもユージやってんやけど、ああここら辺が違うんやろうなと思うんですよ。盗塁でその中に、まあ、スタート、スライディングってあるじゃん。中間層もあるけど、スタート、中間層、スライディングだったらこれどこが大事なの？スタートです。スタートやっぱりスライディングが当然やっぱスピード落ちないようにスライディングするとか、スライディングの見せ方とかいっぱい練習したこともあったし、でも今リクエストができるようになったんで、スライディングのうまさの必要がなくなってしまってるっていうか、セーフに見えるようにスライディングしてもリクエストされたらアウト。まあそうやな。だから最低限スピードが落ちないスライディングさえできれば、別にもうあんまり中間層に関してはスタートが良ければ乗れるし、スタートが悪かったら中間層乗らないじゃないですか。根本的にもうスタートっすね。勇気を持っていいスタートを切る。俺はね、スタートがどっちかっていうと苦手だった。苦手っていうのはスタートを切ることが苦手じゃなくて、スタートしてからの3歩4歩がなんかね乗っていかなかったんですよ。片岡さんがスタートを切った時に膝を見るって、こうみんなさ低くスタート切れって言うじゃん。意識して低くするんじゃなくて走る時にこう膝を見る。そしたら勝手に頭が落ちていいスタートを切れるっていう、俺それちょっとやりだして、そこからねちょっとスピードが乗ってくるんだと思う。ユージなりのはなんかあるの？スタートの右足を引いてスタート切る人もいれば、このまま蹴る人もいるじゃん。僕は多分若干は引いちゃってるんですけど、意識としては引かないイメージなんですよね。引かずにスタート切った時に左足をしっかり前、自分の前に持ってくる。開いて構えてまっすぐこっちに起こす。俺ね、こっちに出しちゃった足。それは多分こういっちゃってるんで、なるほどね、体がそういかないためにもっと開いてよかったかもしれない。もっとこっちにね、そうすることによってここにスペース作れるんで、でこの空いてるスペースのところにこうじゃなくて内側から、あ、内側なんだ。こう、そうっす。なるほど。こういっちゃったらこの動き分がもう無駄なんで、動いたでこっちに行きたいんだ。こっちね、数々のねスチール今何個？200ぐらい？210個ぐらいですか。210個。400いけるね。誰が一番手強い？キャッチャー甲斐。やっぱりキャッチャーも甲斐ですね。めちゃくちゃいい球投げてきた時はオリックスの若月。おお、
ターンめっちゃ強いんで、あそう結構アウトされてるなっていうイメージは。あそう、走れる選手って魅力だし、俺も2軍では盗塁を取ったことあるけど1軍ではさ、そんなに走る機会がなかったから。強さもね、全然走れましたけどね。山田とか見ててどう思う？反応がいいっすよね。反応、動いたと思ってから切る、その反応、早いと思いますけど、そこまでの感じはないんですけど、スタートがいいんで、スタートはめっちゃいいです。その分、キャッチャーも焦ってしまうし、確率がいいなっていう感じはありますね。秋山がさ、セーブにいた時、ユージが9番って秋山が1番ってたっけ。ユージが1番にいて、秋山がバッターって、これも相手ピッチャーがしたらもう最悪の状況だと思うわけよ。多分秋山自身も、お前が1塁ランナーにいることによって相当打ちやすかったと思うんだよ。そういうのあったでしょ、絶対。僕も行けると思ったら行きたかったし、その辺は試合前からいろいろ話させてもらってましたし、秋山さんもどうするとか聞いてくれる人だったんで、ちゃんと話し合いをして、ここはちょっと厳しそうだから逆に絞って行っちゃってくださいとか、行けるんでって言ったら分かったみたいな。なるほどね。得点圏行って勝負してくれるバッターだったんで、走る側としてもいいバッターでしたね。そうだね。2013年ぐらいの時に1番山田、2番が俺っていうのが何試合かあって、テッツが1塁ランナーにいると全然違うもんね、配球が。まっすぐ増えるっすもんね。増える。本当にその走れる選手っていうのはチームにとって必要な存在だよね。そうですね。でもやっぱり見てる人にはあんまり伝わらないよね。そうそれが盗塁ができるっていうことを一つ覚えるだけで全然プロ野球選手として生き残っていけるもんね。そうですね。僕も間違いない。それが武器だと思ったし、絶対取るんだと思ってやったし、使う側としてはお前のバッティングが調子悪くなったとしても外せないわけよ。走れるから。だってユージの場合は走れるし守れるし、別に調子悪くなってセーフティーバントして塁出ました、盗塁1個しました、ヒット2本っていうのもんですね。何個走って盗塁を 50?1回目が 53。 53? 今のプロのレベルの中で53個走るやつ3本なんだろう。ちなみに福本豊さん107個やん。いやもうやばいで、俺53個の時でもなんか気が狂ったように走ってる感覚やったんで、100何個ってやばい。ライバルはとにかく多いと思うけど、中東選手とか西川遥輝選手とか、2021年は金子祐二もう一発盗塁を奪還ということで頑張ります。盗塁を取ったら YouTube の出演料1万円増やそう。少ない。逆に盗塁を取ったら俺に飯をおごって。ファミレスでいいっすか？ダメダメ。なんでや。ダメダメ。2021年はもちろん周東とか西川遥輝とかすごい数字出してくるんやろうけど、ユージもとりあえず怪我だけしないように。そうですね。俺あのパ・リーグの盗塁争いちょっと注目してるから頑張ります。長いこと動画につけてもらって申し訳ないんですけど、まあ本当いい話聞けたし、はい、まあ俺はもうちょっとこれなんだけど、これからね、まだまだ今29、30か、じゃあ40まであと10年間で450個はいけるな。まあ多分それぐらいいくと思うから、とりあえずまあ1年でも長くね、はい、怪我なく頑張ってほしいなと思います。今日は本当にありがとう。ありがとうございました。応援します。ありがとうございます。セーブの応援いきます。はい、はい、お願いします。はい、ということで今日は盗塁の極意を金子祐二選手に聞きました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。